以前も。ああ、始まってなかった。始まってないよ。始まってないよ。なんか今日変な雰囲気じゃないですか。僕ですか。そうですね。そんなもんないです。別にアロマが久しぶりってわけでもないのに。うん、月1ぐらいなんで。なんか奥さんはなんか。そうなんですよね。いや、そんなことないですよ。なんかピリッと。まあ奥さん嫌いな人はいないじゃないですか。うん。でも、ああ、人間としてね。うん、だけど、多分ですけど、うん、苦手なんだと思います。いや苦手とかじゃなくて、そのものすごい久々すぎて、うん、なんつうんだろう、空白があまりにも長くって、正直どう喋っていいか分かんないです。でもそれはガルゾーさんも一緒じゃないですか。あ、ガルゾーさんの場合はもともとすんごい仲良かったから、あの敬語なのか敬語じゃないのかみたいなのも自分の中でうまく咀嚼できてるんだけど、うん、今日の人はもう、あ、お久しぶりです、なのか、ああ、どうも、なのか。だから古い関係ではあるけれども。もちろん、むちゃくちゃ古い。その関係があった頃、うん、あまり得意なジャンルの人ではなかったでしょ。あ、接点はあんまなかった。でしょ。そうで、理解不能なんでしょ。あ、理解不能。うん、思い出した。うん。あ、徐々に思い出してきた。でしょ。理解不能、うん。理解不能。俺とは違う世界の人。ガルドさんは意外と似てる部分があるが、似てる部分があった。まあ、まあ、何考えてるかとかっていうことが分かりやすい。うん、すごい分かりやすい。うん、でも、今日のゲストの方は何考えてるかさっぱり分かんなかった。分かんなかった。当時から。ですよね。ちょっと怖かった。だから今日はそれ久しぶり、あれなんか、なんか、そうだね。みたいな感じでしょ。そう、そんな感じ、うん。それを見透かされてすっげえ恥ずかしかった。本当に。緊張してるって言われたから、ね。三田内さんは今日のゲストの方とは、ちょこちょこは、ちょこちょこは、今も月1ぐらいでは動画の仕事で会うし、うん、割とおしゃべりしてる方かな。でも込み入った話は全くですよね。いや、昔はでも、ああ、そうですね。おかしい人だっていう認識はある。昔は何回か家に泊まりに来たりしてたんで。へー、俺はもうマリモの結婚式です。8、9年ぶりでしょ？川原の結婚式だと思ったら、うん、違うよって怒られました。え、違うよって怒られるってことは先輩ってことなの？先輩です。俺その辺もね、うん、もう曖昧になってきてる。だって、今日のゲストの方はゴールデンエイジです。俺の離婚したです。離婚した。ウイチさん、うん、ガルドさん。ガルドさん。うん、とかいろいろ、あ、その世代な、あ、もうたくさんの同世代の、あの要は輝くスターたちがいる中の一、うん、はいはい、人だ。まあ輝いてるかな。着てるもんとか着てるもんはね、結婚色で、ね、いすけど輝いてるけど、はい、ね、楽しみですよ。これはあのパステルショーワイドのオールドファンは泣いて喜ぶじゃないですか。はい、そうですね。早速ご紹介したいと思います。今回のゲストはこの方です。私が山本です。はい、どうぞ。山藤さん、旧カッパくん、現山本コーラさん。もう早速悪口だもんね。いやいや悪口じゃない。何？キムさんの先輩で、お、僕とはどっち？それも曖昧。内池さんでいいんですか？内池でいいです。内池さんでいいですか？内池さんの方がちょっと先輩です、うん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ。いや緊張する必要ないんで、後輩だよ。いや、でもな、人としてちょっと当時から、その、何？ね、そんな、何？なんかあったの？壁とか。壁は、壁はあったの？あった。なんか、何？結構、あいつ、やばいやつだみたいになってた。やばいっていうか、ちょっと変わってるな、うん、我が道を行くっていうか。そうそう、我が道を行く感じはあるね。だって、大内中村の血を受け継ぐ人です。ああ、そうですね。中村さんはもうやばいですよ。やばい。だって、ゲリラでデート取り行ってんのに、うん、じゃちょっと挨拶行ってきますって。お店に挨拶行っちゃうんだよ。マジで、あのぼんやりした顔で。何やってんだよ。あいつ堂々としてるから。へぇ、変わってる人っていうイメージ。もう俺、内池さんとすごい仲良くしたかったのに、うん、ご飯誘っても一回もご飯行ってくれなかったんだよ。一回もだよ。一回もだよ。なんで仲良くなっちゃうんですか？なんか変わってるじゃん。
編集者の頃から編集変わってて、なんかすごく喋りも面白いし、はいはいはい、で深夜のあの面白い時間帯、うん、何喋っても面白い時間帯で、うん、ずっと面白いこと言ってるし、うん、あ言ってましたね、喋ってましたね。で長渕ファンだとか長渕ファン、ね、あとあのボーイファンだとかはい、はい、結構ベタな路線のこと結構ガンガン熱く語るから、はいはいはい、俺語ってたね。そうそう、で俺ちょっと万年中二病なところあったから、もう長渕ボーイみたいな感じだったんだけど、こんなベタなこと熱く語られているんだと思ってすごい新鮮だった。僕の周りはあのなんか洋楽のそうなんかトランスとかさ、そうシャレとかわけわかんない音楽、そうなんとかっていうアーティストのなんとかっていうシングルの B 面がいいよねみたいなことを言うようなやつしかいなかったの周り、ちょっとすれてるやつが多かったんですよ。そんな中ですごいベタな人だったから、はいはいはい、この人面白いと思って、いろんな話聞きたかったのに、一回も飯行ってくんない。一回もだよ。なんか一緒になんかしてる印象はないね。確かに。ページ組んだりとかあったの？そう、ページの編集者とライターとして一緒になんかやったってことはなかった。これね、これはもう一個あるんですよ。あるんだ。ちょっと、俺、偶然見つけたのがあったんで、僕の、まあ、あえてカッパ君と言わせてもらいますけど、はい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 、との思い出の中で一番記憶に残ってる仕事がですね、うわバックナンバー白髪っぽいなって思います。だからまあ簡単に言っちゃうと、うん、沖さんは編集者です、うん、編集者、まあ、編集者で、カッパ君は当時まあマッパチがいて、うん、その下にまあカッパ君がいて、うん、で俺がいてみたいな感じで、はいはい、ライターですよね。ライターなんだけどまだなんつうの本格的なライターではなかったよね。大学生だったしね。そう、高校さんはね。それで、このね、うん、C51SP、パル工業の、うわうん、ペガサスワープのね、血を継いだ。リプレンのやつですか、うん、リプレンじゃないっすね。ノーマルですか、の多分ノーマルだけど、爆連機っていう。爆連してたんで、リプレン、だったんでしょうね、実は。うん、実は、あの、数珠連機っす、ね。うん。はあ、もう、あの、数珠連機で、この、四五一ってやつですよね。四五一。四五一。この四五一から、うん、この後、ビガー行って、うん、V10 行って、あ、はいはい、パワーボム行って、うん、みたいな感じで、こう、パル工業の、レンチャンブーム。うん、もうレンチャンブームが来るんだけど、この時にね、これメインライターさん、アニシだったんですよ。うんうん、で、僕が編集で、初めて、地方取材のカラーページを任された、うん、これ名古屋だったんですけど、はい、でその、当時ショッカーっていうデータ取り集団の一員だから、うんねうん、兄氏と僕が編集ライター、それにデータ取りのカッパ君で3人で行ったんですよ。名古屋に行った、名古屋に行った、はい、名古屋に行って、でまあこう実践データバーって一泊で撮ったんですけど、長いなー、長い、俺今これ打ったら多分3分の1ぐらいですよ。打つ、打つの遅いもんね。その時に、朝始発で行ったわけですよ。したらやっぱみんな眠い。当時そんな朝からパチスロ打ち行くって仕事ほとんどなかった。したらね、夜7時ぐらいに、ちょっと眠くなったんでしょうね。カッパくんが。で、C51 のね、トリプルテンパイ外れ目っていうのがあるんだけど、トリプルテンパイした、させて、トイレ行ったんですよ。いや、させてないんですよ。あ、前回って空回しで、1ゲーム目かなんか2ゲーム目かに、空回しでトイレ行ったんですよ。うん、したら、偶然、ビッグ入って、そう。で、当時はこう、空回しでも揃っちゃうから、引き込み範囲なの。バンバンバンって言ったら、バン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 って言って、ものすごいファンファーレ、ダーって鳴り響いてんだけど、うわぁ、空回しで入ったっつって、兄氏と二人で喋ってて、いつまで経っても帰ってこないんですよ。5分経ち、10分経ち、15分経ち。あれ？おかしいね、おかしいね。で、30分ぐらい、ビッグのファンファーレ、ずっとかけっぱで、いないから、だから、もう、さすがに僕見に行きます。つって、ダーってホールの隅から隅まで見に行ったら、一番隅っこのソファーで、はぁ、すげえ。寝てたの。で、何やってんの、カッパくんつって、
起こしに行ってね、うん、いやもうそれが強烈な思い出があって、そっから苦手になったの。まあ若干だって普通実践データ取りで仕事なのに、うん、普通ね、席離れて寝はしないじゃないですか。そうですね。ちょっとね、その辺、うんって思いまして。だから常識がないというか、うん、社会人としてはどうなの、うん、って。その辺俺厳しかったんで。いや、厳しい。なんか。内池さん、大事なこと忘れてる。ないない。この日、うん、この日ですよ。この日。この日、データ取りに行ってるのに、うん、僕と内池さん、うん、モーニング漁ったんですよ。そんな社会人として厳しい目先のことをおっしゃる方がデータ取りでモーニングを漁るって、カンパクにカンパクモーニング入ってるやつって率先して漁ってたからね。当時は一台を、そこなら OK の店だったの。いやそうじゃないんだけど、1台を打ち切るっていう、うん、あのなんつうの不分率、うん、口では言わないけど、うん、それが常識だった。暗黙のルールがあったのに、うんうん、あもう地方取材4色4ページ、うん、で初めてのなんかメイン機種っていうので、うん、すっげえ上がったんだろうね。一応もうそれ理由なんだよ、お前。岐阜でもやって沖縄でもやって沖縄でもやって何年学んでんじゃない愛知でもやったで、うわ多分リセット入ってますよ、うん、カニ歩いた方がっつって2人でな10ゲームぐらいですかなどうモーニングのデータになってるか。いやそれはね入れなかった。省いてる。省いたんだ。したら兄氏にね、うん、大先輩の怒られたんだよね。怒られた。怒られた。いや何て言われたんですか。二人とも何やってんの、これデータ取りだからカニ歩いちゃダメだよ。当たり前のことですね。当たり前のことをね。はって思って、あそうだよなってね。そう。持って。そう。俺と兄氏は隣同士で確か。カパ君だけ違うところでモーニング取ったから忘れたけど。見ましょう。見ましょう。取れてるのかな。一ビッグって入ってんじゃないの？そこのデータでモーニングあります。一ビッグ。じゃあ正解。そう。一ビッグのデータが2本もあります。じゃあ沖さんも取ったんだ。じゃあ俺も取ったんだ。俺も取ったんだ。切ってんじゃん。あマジで。ちょ見して。へえ。ほら。いいじゃないよ。一ビッグ。それは、ね、モーニング入った代は勝ってる。うん、3万4千円。いい店だね、モーニング。いい店。5設定にモーニング。とにかくね、6本中5本が勝ちなんですよ。ああ、うん。すごかったっすね。ああ、1ビッグだ。そんな人に社会人のなんとかとか言われたくないわ。確かにね。ああ、そっか、カニ歩いたわ。カニ歩いた。楽しかったっすよね。楽しかった。もうね、むちゃくちゃ楽しくて。ライバルいなかったの？そんな甘い店。いや、あのね、客好きね、4、5割だったんで、2、3台は歩けたっすよね。そう。そういうことがありましたよ。なるほど。え、じゃあ、内池さんもダメなのに、よりダメだと思ってたってこと？思ってた。ひどい。ぶっちゃけ偏見だけど、その、ライターとして入ってくる人って、やっぱどっかが尖ってるけど、うん、社会性はない人が、まあ、欠落してる人、ね、うん、が多いっていうイメージ。で、うん、僕は編集で、すべてを平均以上にできるって当時思ってたから。当時はね。うん。あの理想的な人間って勝手に思い込んでたから、うんうん、なんかこう、ちょっと上からじゃないけど。あ、下に見てたんだね。ライターさんはいいよね、自由で。みたいな。こっちはもう、なんつうの、平社員だし。時間に追われ。そう、時間に追われとかさ。あとさ、あれじゃん。あの、めちゃめちゃ遅かったじゃん。遅かった？文章。遅かった。あ、遅かったね。締め切りちょい過ぎぐらいでいつも上げてたじゃん。うん、だからそのイメージ。カッパくんの担当になると、例えば休日出勤しなきゃいけないわけ。そのライターさんが遅いと。木村くん聞いてる？ね。これすごくね。聞いてね。勝ってるじゃないですか。うん、勝ってる。でも裏もんでしょ？裏もん。最大販売662なんですよ。ああ、はいはいはい。で、まあ1000あたり26秒じゃないですか。うん、甘い、ね。今の台より全然優しいよね。全然優しい。ジャグラーより下手したら。優しい。そう、あの、外しがすげえ効いたから、確かに、ね。で、まあ500ゲームハマりがちょいちょいぐらいで。多分ね、高設定だったんじゃないかな、単純に。むちゃくちゃいい台。むちゃくちゃいい台。むちゃくちゃいい台。C51SP、パル工業。チャンス来い。チャンス来いって呼ぶんだよね。懐かしいね。ほんと懐かしいでしょ。いや、懐かしい。この頃のやつ、俺、うん、3冊ずつかな ?2 冊ずつかな、あの、取ってあるの？カ
完全な、これ、綺麗な。はいはいはい。状況で。で、偶然棚のね、真ん中辺にあったから、うん、確かこの辺なんだよな、C51 って思ったら、ズバピタで当たって、あ、これは持ってこよう、つって。取り上げますよ。読んじゃうよね。読んじゃうよね。読んじゃうでしょ。読んじゃう。読んじゃうでしょ。本当に読んじゃうんだよね。それ、モーニングあるの？確実に取れたの？確実に取れました。うん、確実に確実に取れました。それ予測すんの？いや、もう、A 点は、スープラの打ち込み機多分そのまんまやってると思うんですけど、うん、リーチ目出ちゃってるんですよ。ああ、はい。もうリーチ目ズバリ出ちゃってて。で、それが手で動かしたダミーとかじゃなくて、うんうん、ガチのリーチ目が出てんだ。停止した台がある。ある台。もう777とか止まっちゃってるから、もう別格じゃんみたいな。そうなの、止まってて。